言われたら困るよ。そんなこと言うなよ、お前。世の中そんなに甘くない。いこんにちは。ちは豊川さん、はい。世の中そんなに甘くない。それは甘くないよな。はい、それは甘くないのが一番わかるよ、ね。そうですね。休業はもう与えたので、もうこっからは行ってもらう。どういう意味かは全くわからない。これはですね、原監督が春季キャンプが始まりました。10日から、はいはい、そこでもう選手に対して、はい、休養は十分与えたでしょと、世の中そんなに甘くないよと、はい、いうのをコメント出しました、うん、これに対して今ファンがいやいやいやと賛否両論です、うん、まあ、一応あるのはそんなに甘くないのは選手だけではありませんよと。いや何が甘くないんだろうね。もう十分に休養はできたでしょと、シーズンが終わってから秋季キャンプまで選手たちに対してもう十分休養できたでしょ、これ以上休養必要、そんなに世の中甘くないよと、いわゆる競争だよねっていうことだとは思うんですけど、これに対してやっぱファンは、はい、まあ、もちろん選手もそうなんだけれども、はい、世の中そんなに甘くないのは選手だけではないですよね、いわゆる多分原監督への、まあ、ちょっと皮肉もあるのかなっていうふうに感じた。なんか最近見てるとさ、はい、原監督のアンチっていうのが結構増えてるね。そうなんですよ、ファンの中でもこれ増えてるんですけれども、うん、まあ通常で言えば、はい、まあ、例えば勝てなかった指揮官が責任を取って辞めるというね、はい、まあ、そういう形を通例だったら取るんだけども、はい、やっぱコーチをこうあれだけ大量に切って、はい、まあ、新しいコーチを入れるという案がね、はい、今進んでるみたいなんだけど、まあ、そういうことのことかな、うん、言えばということを含まれて、だからそんなに甘くないよって、いやいやそうじゃないって言われてるのはね、はい、まあでも取りようだからな。まあそうなんですよね、うん、コメントってこう全部通して聞いてるわけではないし、まあ、そうだな、はいはい、あるんですけれども、はいはいはい、ただやっぱりこの秋季キャンプ、はい、その新人、若手もベテラン も関係ないと、で、うん、この練習だけではなく、うん、そのベテランたちも一緒になって連携プレーももちろんやってもらうっていうふうに原監督は今回意気込んでるんですけれども、これはどうなんですか。普通ベテランっていうのは、はい、大体この時期っていうのは個人個人の練習になってくるんですか。まあそうだね、まあ、まあでもベテランでやるっていうふうなことであれば、はい、まあ、自分の課題があるよね、うん、それとそのベテランっていうのはもう伸びしろっていうのはほとんどないわけだし、はい、だから現状維持をどこまで持っていけるかっていう、うん、まあ一回ね、俺もその俺が若い時に、はい、で山下大輔さんというベテランがいる時にね、秋季キャンプってめちゃくちゃ厳しい秋季キャンプをやった時があったんだよ、はい、でやっぱり緊張感を持たすためにその当時関根さんだったんだけど、山下さんをこう呼んで一緒にやってくれないかと、だからやっとは言えないよね、はい、だからまあ一緒にやったんだよ、翌年もガタガタだったからね。あ、そうなんですか。やっぱり疲労が抜けなくてとか、まあ、そういう俺は例があるから、やっぱベテランというよりもこれからのジャイアンツって、はい、ベテランというよりもやっぱ若手が何人出てくるかだから、はい、だからまあその若手に切り替えた方がいいかなとは思うけど ね、 そうですね。ただやっぱこうチームを緊張感を持たすために、はい、まあ、原監督はそうやらなきゃいけないというふうには思ったんだろうね。ベテランも一緒よ、うん、だからまあ今年のジャイアンツの戦い方を見てると、やっぱこう連携ができてないプレーもたくさんあったし、うん、まあ、ミスも多かったし、うん、まあ、そういう面では通例の秋季キャンプではなくて、はい、やっぱチーム一丸となって来季を見据えて戦うんだという姿勢を出したんだと思うけどね、はい、そうなってくるとそのベテランももう休業したでしょってことなんで、秋季キャンプが終わってどのぐらいしか本当の休みって、その疲れを抜け切る休みが、いや抜け切れないよ、ないんですね。そりゃな、もうやったら終わった瞬間にゴルフだしさいや多分ね、また多分、いやそのゴルフっていうのはやっぱり精神的なリフレッシュという意味ではね、はい、だ体力的にとか、はい、そういうことを考えるとやっぱコロナ禍の中でね、はい、やりながら、うん、まあ、ストレスも多く抱えたと思うよ、はい、選手はどの球団もそうだと思うよ、はい、でどのぐらい休養を与えたら疲れが抜けるもんかっていうのは、うん、これは分からないよね。個別にベテランとも面談をしたそうなんですよ。例えば菅野投手、はい、坂本選手、中田翔選手、はい、これも結構異例なことなんですか。まあ異例だよね。ただやっぱりこう原監督の中ではやっぱこうジャイアンツという球団をね聞いて危機感があるんじゃないの。やっぱこう上昇軍団だからさ、はい、でファンも一番多い球団だし、
まあ、その中でやっぱ立て直さなきゃいけないという、まあ、何かをこう変えていかないとやっぱ変わらないわけじゃない、うん、で若手だけじゃあ成長したかというと分からないさ、やっぱゲームやってみないと、うん、そういう意味ではその意識づけを変えていくというか、うん、意識の持ってき方を変えていくというかね、はい、まあ、そういうことに乗り出したんだというふうには思うけど、これはまあ結果が全てだから、はい、分かるでしょ。そうですね。まあ、昨日 の, あの藤田が出てきて、はい、太田の方がいいんじゃないか、うん、賛否両論あるけども、ありました。だけどその時に指揮官が藤田の経験を買ったわけだから、はい、その結果、まあ、ゲッツーになって誰も想像してなかったみたいな終わり方をするわけじゃない、はい、だから結果が全てなんだよ。あそこで藤田選んだ三浦監督が悪いかって言ったら、うん、やっぱもう結果が全てだからさ、はい、だからそういうふうな見方をとするだろうけども、うん、でも太田がじゃあゲッツーって言ったらどうなんだっていう。そうですね、うん、いや藤田の経験があったんじゃないかって、まあ、言われるじゃない、うん、いやだからそういう意味ではあの結果の勝負だからさ、これは来年見てみるしかないよね、これは。そうですね。これで来年やっぱり例えば優勝になれば、あ、やっぱりっていう、もうさすが原監督ってなるしさ、またこれがまた4位とかだったら、はい、いやそれはもう責任取って俺は原監督は辞めると思う。あ、さすがにもうさすがに辞めると思う、うん、だからそれはやっぱりやり方を同じようにやってたら同じ4位しかないだろうっていうような考え方をすると、はい、やっぱりどっかで変えていかなきゃいけない、うん、だからそういうふうな変え方をしたんじゃない、全てを。あと、ね、ここで若手もベテランもなくて一緒に秋季キャンプを連携もやるっていうことは、これ例えば来年のシーズンの頭っていうのはみんな等しく一直線なんですよってことなんですかね、スタートが。それともやっぱり、いや一直線になるわけないじゃないよみんな口で言うけどさ、いや一心で言うんですよ。そうそうそうなんですよ。もう絶対ないから。違うんですね。一心じゃない。もうな、もうね、このレギュラーは大体決まってるから、まあ、菅野投手であったり中田翔選手であったりとか。ただ、はい、ただ今年のドラフトまだ終わってないけども、はい、ドラフトによってちょっとこう勢力図っていうのがその選手の、はい、この新しく入ってくる選手で変わってくる可能性もあるし、うん、FA で取ってきた選手と、はい、やっぱちょっとあの力関係が変わってくる可能性はあるよね。あ、それはそうですよね、うん、だから構想の中にはもう来季っていうことはもう頭に入って、はい、おそらく秋季キャンプもやるだろうし、で横一線って言いながら全くそんなことはなくて、うん、もうだいぶデコボコしてると思うんだけども、はい、ドラフトがあって FA があって、うん、言えばその現役ドラフトっていうのもありますね、うん、あるかもわからない。そこに入ってくるかも、選手のあのレギュラーの候補に入ってくる可能性がある選手が入ってくるかもわからないし、これはね横一線ということは全くないよ。それは選手もね分かってるよ。そうですよね、分かってるよ。分かってないやつはバカだよ。そうですね。いや監督みんな、いやあのスタート一緒です、一直線ですってよく言うんですけど、そんなことはやっぱりないですよね。だこいつにやってもらえなきゃ困るってやつは何人かはいるからさ。そうですよね、うん、あと選手側は、うん、例えば多少なりとも例えば不満であったりとか、いやあるある、疑問ってやっぱ、いやそれはね、レギュラーで使われてる選手は不満はそんなないよ、うん、ただ使われてても、はい、なんで俺がここなんだとか、はい、そこですよ ね, ね、ここなんだっていうのはあるにしても、うん、はい、でも不満っていうのは大体使われない選手に不満が溜まってくるよね。あ、じゃあ例えばベテランで、え、なんで秋季キャンプ個別じゃなくて一緒にやらなきゃいけないんだろうとか、そういう、まあ、世の中甘くない的な。いやでもね、ベテランになると首がかかってるからそれに従っとく方がいいんだよ。そういうのもあるんですね。いやそれはあるよ。だからそれはやっぱり人間丸くなるというか、はい、力がある時なんか、いや秋季キャンプ、いやもういいでしょって僕言い外してくださいよとか言えるかもわかんないけど、はい、ベテランになって、まあ、もうやっても 1,2 年っていう選手に声をかければ、うん、お、行かせていただきます。そうですね。いやそりゃそうなるよ、人間だから。自分のどこに身が置かれてるかです、ね、だから甘くないのは選手が一番わかってるから。豊さんがもし原監督であれば、うん、今のこの秋季キャンプジャイアンツ、うん、どんなふうな練習をこうさせます？まずね、体を絞らすの。それはどのくらい絞るっていうのは？これはね、まあ、中田翔はこう大きくしてホームランが出るようになったとか、うん、いやでもあの子は技術があるから絞ってもホームランは出ると思うんだよ、うん、いいよ今の体重の中でも。でももう一回絞ってもう一回食わすとかさ。あ、うん、で岡本も少しデブッとしてるから、はい、一回絞ってまた戻すとか、うん、いやそういうことを俺はした方がいいと思う。ジャイアンツの選手っていうのは、まあ、
大体試合に出てる選手たちっていうのは大体技術は高いものがあるよ、うん、やっぱりいいものがある。その体作りともう一回こうキレを出す練習をした方がいいよね、はい、うん、で若手はやっぱね技術がない。それは野手も投手も、うんうん、それとやっぱミーティングを徹底的にした方がいいよ。こういう場面ではこっちの方に打った方がチームの貢献として絶対いいよとか、はい、その技術を身につけるのにはこうしなきゃいけないよとか、うん、徹底したそういうことを教えていかないとやっぱチームにならないよ。そうですよね、うん、試合にいざ試合になった時に、うん、それとやっぱスペシャリストを作りたいんだったらもう徹底的に増田とか、はい、ああいうのは走る練習をした方がいい。まだまだやっぱりこうスタートとかも遅い時あるし、うん、だからそこら辺をこうなんていうの 100% 成功するぐらいの技術を身につけてほしいし、うん、だからパーツパーツで違うよね。そうですよね、うん、そもそもその秋季キャンプと春のキャンプとでやっぱりやることっていうのは全然違う。俺は技術の習得もそうだけども、なんかこうこれまた老害って言われると思うよ、うん、精神的に超える一線を超えるぐらいハードな練習をした方がいい、まあ、俺は科学的にだよ、うん、闇雲に走るとこじゃなくて科学的にやった最高レベルの練習量をやった方がいいと。それが秋季キャンプでやるとやっぱ春のキャンプシーズンにやっぱりやったっていう、やっぱね俺らなんかもね科学的ではなくてもう闇雲にやらされたよ、うん、もうとにかく次の日足腰が立たんぐらいやらされたけども、でもそれがあったからプロで長くできたと思うし、それが自信にもなった、うん、そこに耐えられたという。この練習でリタイアしたやつっていうのはやっぱ早く引退してるよ。で途中で怪我をしたりだとかシーズン中ねしてるから、俺は一回こう科学的な闇雲にじゃなくて科学的にトップレベルのきついこと、これをやっぱり乗り越えさす、はい、怪我なく、これを一回やらないと気持ちが入ってこないと思う。やったっていう自信だよ、自信ですよね、うん、何でもそうだと思うんだよ。受験でもここまで勉強したという自信のもとで受験すると思う。やっぱりプロってやっぱ体力勝負っていうこともあるし、だからそこを乗り越えた選手っていうのはやっぱ強いと思うしね。そうですね、精神的にタフになりますよね。タフになる、うんうん、だから例えば金本だとか、はい、鳥谷だとかね、そういうのは試合に出続ける、それがやっぱ自信にもなってくるんだよね、うん、なんていうのかな、裏付けが欲しいよね。春はもうとにかくあのシーズンに向けてチームとしてどう働くか、はい、どう動くか、まあ、そうい こう調整だよね、うんうん、だからそこで鍛えようと思ってもできないからさ。そうですね、うん、体を作るだけで、うん、戻すだけで、うん、オフのサビを落とすという、はい、まあ、そういう感覚でいいと思うんだけど、うん、だからジャイアンツにはやっぱ、まあ、各球団だと思うけどね、うん、まあ、そういうことを乗り越えてほしいなっていうふうには思うけど、ね、そうですよ ね、はい、まあ、ねこの世の中そんなに甘くないという今本当に、まあ、みんな甘くないと思ってるよ。まあそうですよね、これからもっと厳しい時代に入ってくるからね。でプラスアルファやっぱり監督コーチ陣もそういう目でファン甘くないっていうふうに今度は見るので、うん、となると、まあだけどね、はい、ただ確かにそれは甘くないよ、うん、だけどやっぱりねコメントする方も結果を見てから言おうよ、うん、まあまあそうですね、うん、だから今年の結果を踏まえたら、はい、今年は失敗だっていう結果が出てるから、うん、何かを変えようとしてる、うん、ね、そのことに対してまあ気は長いけど来年どうなるかっていうのを楽しみにしてほしいな。そうですね、ちょっとね、気長にというのは変ですけれども、うん、長期、まあ1年ファンにとっては長いからな。そうですね、まあいろいろクライマックスやっててさ、はい、いやうちのファン、うちが応援してる、私が応援してる、俺が応援してる、チームが出てないっていうとなんかちょっと疎外感があるからね。そうですよね、うん、寂しいものありますもんね。だから横浜が負けた瞬間になんか疎外感があるもんちょっとそうです ね、はい、だからジャイアンツのね、はい、まあ、どうなってチームが変わっていくかわからないけども、うん、やっぱファンの方はね最後まで信じて応援してあげてほしいと思います。はい、はい。